こんにちは、吉村博史です。はい、本日はですね、ジャケットに思いを寄せてボリューム20ですかね。はい、本日はですね、アレキサンダー・マックイーンの、ベロジャケットですね、こちらをご紹介させていただきます。はい、ということでですね、本日はアレキサンダー・マックイーンの、ベロのジャケットですね、こちらをご紹介させていただきます。形はこんな感じですかね。結構そんなに、腰をキュッと絞ってあるような、結構すごく着やすいジャケットかなっていう印象です。結構マックイーン細身のイメージがあるんですけど、であとは、こういったところに各所に、これバラですかね。はい、こうしたところの、これはプリントですかね。はい、プリントというか、なんか刺繍というか、なんかちょっと加工がされてあるような感じですね。はい、とても自分もなんかこういった、結構僕は花柄好きだったりするんで、こういったジャケットが1枚あったらいいなと思って、これ買ってみた感じですかね。はい、結構綺麗なジャケットです。はい、後ろからなんですね、寄っていきます。はい、前面と同様にですね、花のこうモチーフが装飾がされている感じですね。はい、で、後ろですね、サイドベンツですね。先ほどちょっと着やすいっていうふうに申し上げたんですけど、そうですね、マックイーンのジャケットの中ではシルエットとか、形とかもですね、結構ゆとりのあるようなタイプなんじゃないかなと思ってます。後ろも結構かっこいいですね。はい、はい、ということでですね、本日は、アレキサンダー・マックイーンのベロアジャケットをご紹介させていただきました。はい、自分が着るとこんな感じになりますかね。はい、はい、気に入った方がいらっしゃればですね、探してみるのもいいのではないでしょうか。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。